演舞開演。どうも、本日はこちらミスタードーナツで新たに発売された鎧塚俊彦シェフ監修のチョコレートドーナツを食べたいと思います。確か鎧塚シェフって去年も確かバレンタインのチョコレートドーナツでコラボしてるんですよね。なので今回は見たいかな。今回はちょっと早いバレンタインですね。で早速いただきたいんですが、その前に企画の対象としたくてこちらの普通のダブルチョコレートも買ってきましたので、まずはこちらを食べたいと思います。いただきます。まあ普通に美味しいです。はい、まあ普通のダブルチョコレートなのでほろ苦くて甘さ控えめでザクザクとしたクランチが美味しくいただけます。まあ前にも食べてます。ではこちら、いよいよ本命のこのクリスプショコラから食べてみたいと思います。なんかクロワッサンのドーナツに似ているような気もしますね。割りたいんですけど、割ったら間違いなく崩れるのでこのままいきます。いただきます。わわ、生地のサクサクがすごい。これ続きましてはこちら、ホワイトキャラメル。こっちも下のドーナツは一緒なんでしょうけど上が違うみたいですね。では間違いで、このピック食べちゃうと悲しいことになりますからね。こちらもいただきます。味が変わると印象も変わりますね。これどちらのクリスプショコラも、まあ、生地は同じなんですけど、とっても一口からしないサクッといういい音がしてくれました。そしてショコラの方は全部チョコレートなんですけど、やっぱり先ほどのチョコレートとはちょっと違って、ちょっと甘みが強い感じでしたね。そちらはまあ普通に美味しかったのですが、キャラメル、ホワイトキャラメルの方はホワイトチョコレートとキャラメルという味に変化がありますので、それを噛みしめるために口中に広げることができて、違った味わいが入ってくることによってチョコレートの味も増していて、とっても美味しかったです。サクッ、そしてほろ苦いっていうような変化、振り幅がいいですね。というわけで文句なしのこちらの点数とさせていただきました。カツオの死、あとは食べるか刺身に。まあ普通に食べちゃってますよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。